関西学生リーグの素晴らしい選手たちと一緒に、戦えることを幸せに思っています。一つでも多く、上に行けるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。監督と、選手をサポートできるように頑張ります。コーチとして、チームのためにできることを精一杯、やりたいと思います。本大会で関西の代表として選手とともにいい成績を残せるように頑張っていきたいと思います。先週みんながベストパフォーマンス出せるようにしっかりサポートしたいと思います。頑張ってきますのでよろしくお願いします。意気込みはとにかく怪我人を出さない、そして選手が最高のパフォーマンスでピッチに立てるように精一杯サポートしていきます。今年度関西選抜チームの学生スタッフを務めます赤星亮太です。意気込みはしっかり関西選抜チームが、この大会でいい結果を残せるようにしっかりサポートしていきたいと思います。コロナ禍の中で大変な中、信じて前に進むことが大事かなと思っています。今関西学生サッカーの選手たちも含めてスタッフ関係者すべて一つの勝利に向かって、頑張っていきたいと思いますので ご声援よろしくお願いします。難しいグループに入りましたが、優勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。見ている人、応援してくれている人が面白いようなサッカーとか、あとはチームとして、しっかりと一体感を持ってエネルギーを与えれるようなそういうようなチーム姿を見せたいなと思います。現地に来て観戦するということはできないとは思いますが、ネットを通してぜひ選手たちを応援よろしくお願いします。みんなが関西選抜が全国で優勝できるように、皆さんにいい報告できるように頑張ってきますので応援してください。お願いします。まずコロナ禍でも、このような大会を開催していただける、関係者各位にまずお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。でその中で、YouTube で観戦していただいている皆さんに元気を届けられるように、やっぱり関西頑張ってるな、自分も頑張ろうと思ってもらえるように精一杯サポートします。応援よろしくお願いします。関西選抜チームがしっかりこの大会で優勝という結果を残して、関西学生サッカーの価値をしっかり示せるように頑張っていくので、しっかり画面を通して応援の方よろしくお願いします。関西を代表する選手として、恥じないように全力でプレーしたいと思います。優勝を目指してしっかり頑張りたいと思います。チームのために全力で戦います。関西を代表して優勝できるように頑張りたいと思います。チームの勝利のために貢献できるように頑張ることです。ここ最近やっぱ関西が勝てないので、優勝を目指したいっていうのと、チームのために走る、その中で自分の特徴を出していきたい。関西を代表する選手として日本一を目指して頑張りたいと思います。関西を代表して戦うので、関東のチームに勝って優勝できるように頑張ります。関西代表としての自覚と責任を持って行動し、自分の長所をチームに還元してチームの優勝に貢献したいと思います。試合のプレーの安定感です。試合の中で多くの長所を、出せるように頑張りたいと思います。特徴は全力です。身体能力はフィジカルを生かしたカバーリングや体重守備を見てほしいです。自分の強みや見てほしいところは攻撃参加の回数だったりクロスの回数です。競り合いであったり、ロングボールというところを見てほしいです。僕の強みは1対1の守備のところとアグレッシブな攻撃参加です。自分の強みはビルドアップとかパスのところは強みなんで、そこを見てほしいです。攻撃参加の部分と足元に強くいく守備です。応援してくださる皆様のために全力で戦いたいと思います。開催できるにあたっていろんな人協力してくれてると思うので、しっかり責任を持ってプレーしたいと思います。大学サッカーの応援をよろしくお願いします。こういった素晴らしい大会を開いてもらえることを当たり前と思わず、感謝しながら全力でプレーしたいと思います。よろしくお願いします。優勝目指し頑張るので応援よろしくお願いします。こういう厳しい中でこういう大会を運営してくれてるっていうので、
精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。関西を代表して戦ってくるので応援よろしくお願いします。皆さんのご理解ご協力があっての活動なので全力で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。止まるな走れ